皆さんどうもタイガです。お疲れ様です。やっていきます、ガッツソロ。今回ゴレリーダーキャラグラをね、ちょっと参加しようかどうか迷ってて、ゴレでいきます。裏はサタが合うかは分かんないけどやっていきます。でまさかの1戦目からフォアが、パピオの動画とか撮ってる時さ、フォアが全然当たんなくてさ、まあフォアがこんな来ねえならいいやと思って変えたんですけど、いきなりフォアが、もうそういうことが多い。でもこれでいくか。ただ砦はフォアが砦ですね。めちゃめちゃフォアが強い砦で、こういう一直線系はほぼ一直線。相手もバーサーカー。ただ札は結構好きっすね。まあ2個数だらけですけど、キャラ数が多くて隙が少ない。火力はちょっとあれだけどね、取れないんだけど。これマジかよ、取ったんだけど、マジ？じゃあ、ここで行こう。はい。この位置のゴーレム嫌でしょ、相手。多分嫌だと思う。バサッカ、コング、レードラ。さあ、回復を上げる。さあ、こうやられてもらって、これが行くから、これに来てもらって、自信ドンの下がってもらおう。ナイス、素晴らしい。結構減った、結構削ったね。で、ここ大事。さあ、自信。OK。まあ、これしょうがないね。トン、素晴らしい。さあ、マリオネットスパ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 ーンとやりたかったんだけど、レードラでしっかり処理されて、ここでいこうか、サタが。はい、リリース、OK。リリースはできればスルーしたい。けど、まあ、リリースやれそうな雰囲気じゃないこれ。リリースやれちゃうのマジ？やれちゃうんだ、それ。まあ、死ぬな、さすがに。さすがに死ぬな。はい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 。バサカが避けてる。バサカ避けてる。マリオネット頑張ってる？マリオネット頑張って。バサカも頑張って。はい、横にワンパン。コース勝ってるよ。キャラ残ってるよ、こっち。素晴らしい。というわけで、これなんだろう、これ干渉まであるぞ。あ、マリオネット死んじゃった。ないか、干渉。いや、あるぞ。ナイス、素晴らしい。というわけで、完全勝利ですね。うん、ゴーレムがね、やたら頑張ってくれたんだよ。7、結構相手うまかったから持ってるかと思ったんだけどな。はい、それでは頑張っていきましょうか。ゴーレムが結構いい仕事すると思うんですよ。まあ度重なる強化があってすると思うんで、そのゴーレムをどれだけ長く働かせてあげられるか。まあそんなことよりも、今回ねドラゴンライダーが出てきちゃったんで、対空引かなかったら積むんですけどね。アーチャーがマンドラとウサギいけるかな。キバ迎撃マンドラのみなんで、ドラゴンライダーをやりたいんですよ。だからキバに置きたくないんですよね。うん、僕はスキル投資 OK。 その一発だけでも結構でかいよ、結構でかい。さあこれ、それスキルフに入っちゃうけど、倒せればよし。またマンドラじゃねえ、マンドラ埋まってねえ、そもそも。今気づいた、そもそもマンドラが埋まってない。事件発生。ドラゴンライダーはやれる、ワイバで。キ
暇もやれる、問題ない。オチです、ありがとうございます。ここら辺並びとくか。突撃11なら多分ね超えるんだよね、ほんと。あの城張り付くんだよね。ドラゴンライダーをラビで殴る。はい、え、でも切って、え、なんでワイワ切ってくるの、意味が分かんない、マジで。え、なんでワイワ切ってくるの、マンダル待ってんのに。見えてないのか、ちょうどラビが死ぬタイミングだったから見えてなかったか。ちょっとマジで意味分かんなかった。まあ銃溜まりますね、溜めましょうか。多分あのラビットも死ぬエフェクトで見てなかったんだ、だからワイバー流したろうとか思ったんだと思うんだけど、噛み合ったかも、マンドラ出すタイミング3、まあ1っすね要は。はい、頑張りましょう。お相手がゴレガリーダーで、ゴレガリーダー当たったんですよね、この方、あの前の動画で。ゴレガリーダー裏なんだったっけ、覚えてないな、裏フォアガではなかった記憶がある。多分だけど。おそらくフォアガじゃない。アマゾネスは嬉しいけど、足が欲しいわ。全然足引けない。もう行くか。それで削れんのが、レードラしかいないけど。まあ、チビグリが強いんで。行きますか。当たったんだよね。裏、覚えてないんだよね。クイーンだっけ？まあ、クイーンは多いよね。多いけど、わかんないクイーンだったかどうか。最近、第一に大砲撃つ人めっちゃ多い。足ないのに。結構これ、撃つ回数、同じなんだよな、ほぼ。とりあえず。あ、撃とうか、一発。あー、間に合わなかったー、残念。これ2体いる、もしかして。2体いるわ。だる。はい、しっかりと回復を上げて、ん、ああ全然違うわ、たまたまか、そんな位置。いや回復が強すぎてさ、もう怒るんだけど、チビ食いやば、それ体力残るのやばいだろ普通に、平静冷静に考えて。チビ食いがいい感じ残ってくれてる、偉すぎ。とりあえずはここも。でもチビグリのその、あれ倒してくれ。OK。で、チクチク削ってくれるから、これ相当めんどくさいと思うけどね、相手からしたら。ラストのキャラも見せちゃおう。さあ、ワンパン。遅延がめんどくさい。時間かかる。どうなるこんな、マジ遅延めんどくさい、試合が進まない、足が欲しい、やっぱこういう時足がないからさ遅延になっちゃうんだよね、これ遅くなるんだよね。袋取った、取ったけどもう無理、攻めらんないこれ以上。裏ないのかな、フォア出てこないけど、あ、フォアだったわ。フォアだったわ、普通に。はい。判定で。ん？なんか死んだ。あ、リスか。まあ、判定ですね。やっぱ足欲しいわ。本当に。足引けないとこうなる。大型2枚固定してるからさ、ガンガン足狙いに行ったんだけどさ、引けなかったんだよね。はい、ちょっと4試合目か5試合目かもう覚えてないんだけど、ラストやります。はい、やります。お相手がプリンセスリーダー。プリンセスはね、まあ、旗かご決まったら、もう、無理。ゴーレムの火力じゃ抜けないから、で、そこに火力で突破返そうとしてもボコボコにされると思うんで、なるべく早くプリンセスを処理できるビートル。でも、ビートルも、アビプリンセスにはタイマー負けます。確か。なので、まあ、加護をね、使わせないっていう、旗印を刺させないっていうのがすごい大事だから、ビートルが一騎打ちしてる間に何ができるか、
っていうところ。マミーいるから取り出取れる。とりあえず2は欲しい、絶対に。はい、もう、お、あ、お、横着しない。すぐ出す。これもう、ケネで壁やっちゃう。シュノクレブルスがね、虹なのに全然スキル足りないなと思ったら撃ったわ。いやー、そこで来んの、マクロスか。マクロス、ガチ重い。マクロス、バカ重いぞ、これ。こさたが切って。こっち置いて、火炎避け狙いに行って、それは魔導やれるから全然悪くない。いいぞ、流れは決して悪くない。このマクロスが邪魔ぐらい。マクロス邪魔、取った。でかそれ、とんの。ただ負けんねえ、これ果たしし強すぎる。まして、コマミーに行こう。で、ここミートル、ここに行くか。いません。で、ちょっと待って、旗いっちゃうから、ちょっと待ってから自力を流しちゃおう。ここはまた来る。おや、諦めた。臭い。ありがとうございます。裏なんだろう。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。HP5000 超えたゴーレム使ってきました。アビさんで、まあリーダーなんで、ステアップのあれはないけど、ただリーダーの絶好調で使うと HP が多分1割近く上がるのかな。1割上がらないか。0.5 じゃない。なんだ、何パーだ。5% か。5% ぐらい上がるんじゃないかな、最低でも。って考えると 5% 上がるだけでも HP5300 ぐらいってなると結構バケモンですね。はい。まあ分かんないですけどね、正確な数値は。で、ゴーレムとサタンガールですね。相性良かったと思う。結構使いやすかった。まああとは、そうだね、まあ騎馬ゲーとか、ワイバゲーとか、そういうのを回避できればいいかな。うん。迎撃ない時の騎馬とか、対空ない時のワイバとか、そう、それがやっぱ、多いとね、不安定になっちゃうから。大型固定してる時ってやっぱそこで、シャッフルしなきゃなんないから、もともとね、UFO 固定してるとかだったら別に対空いらないし、迎撃のキラービー固定してるとかだったらね、別に牙見るのにキラービーだけでいいから、迎撃いらないしみたいなのあるんだけど、そう、なかなかね、そこら辺でシャッフルしなきゃならないから、そこをしっかりと見極められたらいいかなと思います。はい。というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。